にちは。お墓安心チャンネルの浜田です。本日は墓地霊園の選び方についてお話しいたします。ご家族が亡くなって納骨をしたい、年齢的にご自身のお墓を戦前でご準備したいと考えられましたら、まずはお墓をどこに建てるかというところから始めていきましょう。墓地霊園は大きく分けて2つ、1つ目が公営の霊園、2つ目が民間の霊園、この2つに分けられます。それぞれの特徴をお話ししていきます。ではまずは公営の霊園です。これは市町村が管理運営をしております。要は税金で維持管理をしておりますので、初期費用が安く済むというところ、そして公的な施設なので安心感があります。また宗教的な縛りが全くないので、ご検討ご希望されている方が多いところです。ただし公営の霊園、資格や条件がたくさんあります。まずは生前でご準備をすることができない場合が多いです。そしてその自治体に住民票がない方も応募することができないということもあります。私どもがお仕事をしております札幌市営霊園を例に挙げますと、こちらは3年か4年に一度抽選がありまして、それに応募して当たった方のみが建てられるという条件もあります。人気の区画ですと倍率が10倍以上になるということもあり、当たりにくいというのが現状です。それからお墓自体を市町村が維持をする、存続をするという措置をしてくれるわけではありませんので、跡継ぎがいらっしゃらない場合は、もしかしたら将来的なお墓じまいというものも視野に入れる必要があるかもしれません。では代わって民間民営の霊園の特徴について挙げていきます。土地代、管理料、それからお手続き料というものもかかってくるところが多いので、市町村運営の公営の霊園よりは費用が割高になるという傾向はあります。それから、大きい霊園はなかなか都心部にはありませんので、アクセス少し大変という感じる方も多いかもしれません。ただ条件が少ないというのはいいところです。どなたでもお好きなところにいつでも建てることができます。もちろん生前のお墓でも検討可能です。管理事務所や、売店、飲食の施設、お手洗いなどもとても充実しているところが多いです。そして大きい霊園は永代管理、永代供養といった制度が充実しておりますので、お墓自体、そしてそこに眠っている故人様を安心して守っていくこともできます。公営の霊園と民間の霊園とそれぞれの特徴を挙げさせていただきました。いいと思う点、悪いと思う点は人それぞれだと思います。アクセスの面とか知名度とかそういったことだけでお決めにならずに、管理体制、料金の支払い方、そういったところ、ご自身のご家族に合っているかというところをお調べになってご検討をして、必ず見学をして、決めていくことをお勧めします。札幌市内または札幌近郊の霊園墓地のご案内ご見学に関してはご相談ください。ではどの霊園どの墓地に建てるかというのがこちらでまず決まりました。そうしますと次はその霊園墓地の中のどの墓所に建てるかというところを決める必要があります。次回はその選び方についてお話をいたしますので、本日聞いていただいて参考になった、次も聞いてみたいと思われる方はぜひチャンネル登録の上、次回以降の動画も視聴していただけるとありがたいです。提
京北石材浜田でした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。